はい、皆さんこんにちは、みやこです。あ、マリアです。マリアですレギュラーが、はい、レギュラー化しました。はい、で、これが3個目の、マリアさんとのコラボ動画になります。はい、前回、前々回とメイク動画、ツヤ肌の作り方、うん、あとどういう顔になりたいか別、眉毛の描き方、うん、そうですね、はい、教えてもらってるので、はい、ぜひ前の動画も見てみてください。今日は、肌質別のファンデーションの選び方っていうのを教えていただきます。はい、うん、そして肌質別で何を気をつけるべきかっていうのは、そうですね、まあ、気をつけるというより、その例えば百貨店に行って、うん、まあ、なんか自分って、まあ、乾燥肌だなとか、多分オイリー肌だなとか、うんうん、まあ、混合肌だなとか、多分自分で多分分かってると思うんですけど、うん、その時どういうものを選べばいいかっていうのが、例えばまあ美容部員さんに聞けばまあいいっちゃいいんですけど、でもそれを自分でこう分かってやっぱチョイスできるっていうのはすごいやっぱいいと思うので、うん、ちょっと勇気いりますもん。そうなんですよね、話しかけるのとかね。そうそうそう、あと忙しかったりしたらやっぱりね、話もできなかったりとかすると思うんで、うんうん、まずそのファンデーションの種類からちょっと説明していきますね。はい、お願いします。まあ、どういう種類があるのかっていうの、うんうん、まず、リキッドファンデーション。リキッドファンデーション、まあ、多分皆さんよく使われてるベーシックなやつ、ベーシックなもので、まあ、リキッドファンデーション、まあ、それがまず一つですね。でその次はクッションファンデ、クッションファンデ、はい、クッションファンデが、まあ、こういう感じで、あのリフィルで、あの詰め替えできますよみたいな、こういう、今すごい流行ってますよ ね、結構多いですよね、うん、最近、うん、だこういうのがあります。クッションファンデ でもう一つが、パウダーファンデーションですね。パウダーファンデーションは、まあ、多分昔はパウダーファンデーションが主流だったのかな、うん、うん、そう、うん、塗ってましたよ。そうですよね、うん、普通のこういう粉でできてるやつ、そうですね、こういうのがパウダーファンデーション、はい、で次が、クリームファンデーションですね。でクリームファンデーションは、基本的にオールシーズンで使えるんですけど、かなり油分が入ってるものになるので、まあ、冬場に出ることが多いですね。なるほど、保湿もしながら。そう、保湿しながら、だから高保湿なので、はい、クリームファンデーションですね。で、あとはミネラルファンデーションっていうのも最近出てます。あ、粉のやつ。そうです。はいはいはい。そういうのがありますね。あと何があったか、あと BB クリームとか CC クリームとかがある感じなんですけど、うんうんうん、まず、まあ、乾燥肌さんが多分一番、まあ、全体的に見たら多いんじゃないかなって思うんですよ、日本人の方だと、うん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 、乾燥する方がすごいと思うので、そういう方にはリキッドファンデーションもしくは、クリームファンデーションもしくはクッションファンデーション、この3つの中から選んでもらうといいかなと思います。でリキッドファンデーションは、うん、水分量がとにかくたくさん含まれているものなので、はいはいはい、そうですね、水分をたくさんこう与えることによって乾燥が防げるっていうので、リキッドファンデーションがおすすめ。でクッションファンデもそうですね、水分量がかなり高くて、そうで、クリームファンデはとにかく油分が入っているので、油分が足りない方はすごくいいと思います。知らなかったです、クリームファンデ。そうなんですよ、クリームファンデは濃厚ですね、かなり。なのでカバー力もやっぱリキッドファンデと全然火にならないぐらいあるので、なので、本当にカバーとにかくしたいって方で、保湿をしたいっていう方には、クリームファンデーションがいいと思います。本当に保湿力が高いし、とにかくカバー力がある。だから、一番最初にね、動画でさせてもらった素肌感を出したいって時には、うんうん、あんまり向かない、不向きかもしれないですね。そっか、使い分けで、うん、使い分けでって感じですね。なんとあと冬場がおすすめですね、クリームファンデーションは。で、次にオイリー肌の方なんですけれども、はい、オイリー肌の肌は、基本的にはパウダーファンデーション、うんうん、よくある固形のものがいいかなと思いますね、はいはいはい、私とかそうか、そうですね、でそんなにめっちゃオイリーでも、うん、なんかこの T ゾーンとかは結構時間経つとテカってきますっていうぐらい、うんうん、このフェイスラインというかこの頬のあたりとかどうですか、乾燥はしないけどベタベタするほどでもないっていうぐらい。でも乾燥しないんであれば混合肌ではなさそうですよね。あ、多分乾燥ここはするけどここめっちゃテカるみたいな人が混合肌。そっか、じゃあオイリー系なんだ私は。かもしれないですね、うんうん、なんですけど、そこまでオイリーじゃないんであれば、まあ、リキッドファンデーションで、うん、で仕上げにティッシュオフをきちんとしてあげる。ティッシュオフ、うん、ティッシュオフ、ティッシュオフっていうのはこういう風に三角に折ってもらって、で顔半分ずつこういう風に当てて
こういう風になぞってあげる。あで反対面の面もこういう風に反対面向けてこういう風になじませてあげて、で油分をとだけを取ってあげる。あ最後に最後にやるんですよ、あのリキッドファンデーション塗り終わりました。で最後に、お粉とかをする前にこの工程をしてあげるっていう。なるほど。っていうだけで全然崩れにくさは変わってきます。へー、やっぱり油分が残ってるとどうしてもやっぱりよれやすくなるんですよ、なのでティッシュオフはすごく大事になって。知らんかった。そうなんですそうなんです。28年間知らんかったそうなんです。なのでティッシュオフは結構使えると思います。だいたいみんなカバンの中にティッシュ多分入ってると思うので、入ってる。そのティッシュオフ例えばなんか怪しいこと。ティッシュでいいんだ。ティッシュでいいんですよ。あの油取り紙は本当絶対やめてください。本当に。え、そうなの？もう取りすぎちゃうんで、いい油まで吸い取ってしまうんで。ティッシュなんだ。そうなんですよ。ティッシュがいいんですよ。ティッシュをずっと持ちましょう。はい。でティッシュでもあの鼻セレブってあるじゃないですか。ある。あれめっちゃいい。あれいいの？ちょっといいティッシュじゃないですか。はいはいはい、ティッシュ界の中では。はい、ティッシュ界の中でいいティッシュ。はい。なのであれちょっと。あれが一番私は取りすぎなくていいんですよ。へー、鼻セレブです。そう、たまに私もちょっとあの私もともと油分がないタイプなんですけど、すごい油分がたっぷり入ったクリームファンデとか塗ったらさすがにちょっとテカテカしすぎる時があって、その時にその鼻セレブでこうちょっとテカリをこう油分だけ取ってあげるとすっごいいい感じになるんですよ。へー、鼻セレブ買いましょう、はい、鼻セレブをティッシュオフ。ティッシュオフ、そういう技もあるんだ。そうなんですよ。パウダー塗る時ってこうパフでやる、それともこうブラシとかでやった方がいいのかな？パウダーファンデーションに関してはパフでいいと思いますね。パフで普通に。うん、パフで普通に。パフで。外注みたいな。パフで。パフ普通に。パフ普通に。パフ普通に。すぐ。あ、そうですね。混合肌は、まあ同じくそうですね。まあ、使い分け？そう。で、混合肌は使い分けじゃなくて、混合肌って油が出るってことじゃないですか。そうだ。はいはい。油が出る原因っていうのがやっぱりインナードライだから油が出るんですよ。はあ。あのやっぱり乾燥してるから油を出そうとして出てる状態。あ、なるほどね。だから結局乾燥してるんだ。そう、だから乾燥肌さんとあの一緒の扱いをしてあげてほしいんですよ。なるほど。でも油分はやっぱ出てしまうからクリームファンデまでいっちゃうとダメなんで、やっぱり普通のリキッドファンデーションか、もしくはあのクッションファンデとかがいいかなと思いますね。やっぱクリームファンデーションはちょっとあの油分が多すぎるんで、その混合肌さんにはちょっと、本当に乾燥すごいする人だけって感じ。そうですそうです、かなと思いますね。なので混合肌さんはリキッドファンデーション、はい、がいいと思います。あとは敏感肌さんですね。あ、はい、まあ、例えばアトピーの方とかちょっとこう肌が荒れやすいって方はミネラルファンデーションがいいと思います。ミネラルファンデーションはなんか自然由来みたいな。そうですよね。そうですね。なのでオーガニックなイメージがあるので、まあ、そういうものを使ってもらった方がいいかなと思います。見事に分けれるんですね、用途によって。そうなの、用途によって。なので、まあ、今はリキッドファンデーションでもなんかこうオーガニックのものとかも出てるので全然それでもいいかなと思うんですけど、ミネラルファンデーションは結構もうそのままでも寝れるみたいな。そう、すごそう、塗った状態でも寝れるっていうぐらい本当に肌には害がないんだ。害のものなので、いいと思いますね。カバー力とかはあんまない。あ、でも今あるものもいっぱい出てますね。でも私はやっぱりリキッドかクリームファンデーションとか、まあ、でも万能そうですよね、一番いいですね。いいです、万能ですね。間違いないって感じ。そうね、やっぱ結局そう結局で初めてファンデーション買いますって人もやっぱりリキッドファンデーション買っとけば間違いないと思います。まあ確かに。うん、もしくはパウダーファンデーションがいいかなと思います、ね。なるほど。今日めっちゃ噛んでますね。噛みそうですね。疲れてる、三本取りなんで。OK です。って感じですね。で、今回私がこうレクチャーしていただいたので、次回はマイヤさんに私が、はい、トレーニングを、あ、もうレクチャーしてもらいたいです、プレゼントしますの で次回も運動神経がちょっと、そうなんですよ、ちょっとねあまり自信がなくて、でちょっとやっぱり自分を追い込むことが苦手なので、ぜひちょっともうスパルタにちょっとやってもらおうかなと思います。ぜひ次回も期待してください、はい。では本日もみやこずチャンネルご視聴いただきありがとうございました。また見てください。